はいどうも、柴田です。えー、今日はね、あの、チョコレートスモーカーズっていう YouTuber について、まあ、ちょっと、えー、なんか最近、トラブルというか、まあ、プチ炎上。まあ、YouTube 上での炎上だけどね、YouTube 上で、えー、プチ炎上してるみたいなんで、まあそれについて俺が思うことみたいのを、ちょっとお、お話ししたいと思います。 えー、チョコレートスモーカーズっていうのは4人組のユーチューバーなんかな。で、メンバーは、えー、ジョン・レノっていう、前タムチンとかと絡んでた、まあ、ジョン・レノっていう、えー、人とで、ジョン・レノじゃない人3人の、計4人のユーチューバーで、えー、まあ動画は、この、まあ、ジョン・レノっていう、まぁ、あえー、このチームの核となる、まあ主役、 の、まあ、ジョン・レノっていうメンバーが、基本、ま、障害者の、えー、真似をして、で、えー、っと、まあ、それ、で、みんなで笑うみたいな、そういう感じの、まあ、ま、チーム系の YouTuber でね。で、あのー、最近、ま、一人メンバーが、なんか、辞めたらしくて、で、なんか、そもそも、この一人を、みんなでこう、いじめてたんじゃないかとか、あの、一人だけ、 あのー、まあ、あんまいい待遇を受けてなかったんじゃないか、みたいなことがね、まあ、こう、地で騒がれてるという話でございますね。まあ、正直ね、俺、興味ないんだよね。<laughs> じゃあなんで動画にすんだよって話なんだけど <laughs>、あの、チョコレートスモーカーズに全く興味がわからなくて、動画もね、 まあ、チョコレートスモーカーズっていうワードがポンって上がってきて、動画がめっちゃ伸びてた時期に、数回見て、俺これダメ全然面白くねえわと思って、あのー、追ってなかったのよ。で、今も動画見ても全く面白くないんだ。まあ、基本はその、ジョン・レノっていう子が障害者の真似をして、シュール系のネタ、んー、をやる、チャンネルなんだけども、やっぱそのショ、シュールもね、全然、この、 なんて言うんだろうな。松本人志と,とかさ。なんかわかるんない。その、そういう、あれを見てきた世代からすると、ただただ寒いだけで、なんや、最初のあのー、XYZ とかなんかやる決めポーズとかもさ、あとは、しゅっぽ,っぽっぽみたいな、うん、なんか振りみたいなのあるんだけど、それも、それだけでも、もうそれだけで見る気がなくなるぐらい寒くて、少し面白いと思わなくて。で、まあ、ジョンネロ君は、 実は、あの、ちょっと前に交流があって、えー、っと、ガチ TV で曲を作ってもらったりしたんだなっていうのがあって、まあ、常年の分わかるんだけども、なんかもう <laughs>、でもそれだとしても、あ面白くないなと思って。うん、面白くないっていうか、俺には合わないというか、俺32歳だから、32歳が見るもんじゃないんだろうなっていう。 多分すごい若い子たちが今見てて、多分女の子は多分多いと思うんだけども、若い女の子たちがこう楽しんで見るものがあって、なんかやっぱ32歳に向けて作られてないとも思うんだけどさ。なんかこう合わないなと。思ってね、全然興味なかったんだよね。まあ、話ちょっとそれるけど、だからその、な、彼らが何をしようと俺どうでもよくて、 だからなんかそういう意味で、よりひとくんなんかがさ、あのー、こう、追ってるわけじゃんよ。その、チョコレートスモーカーズのネタみたいなの追ってて、で、よりひとくんはまあ動画にしてるけども、まあ、すごいよなって思って。で、多少なりともやっぱ動画見てさ、それについてわーわー言わなきゃいけないわけじゃん。な、その、なんか、俺全く興味ないし、彼らの動画を見るのも、苦痛でしかないから <laughs>、見ないから、いやだから、 まあでもチョコレートスモーカーズのネタを追う,、えー、と追うために動画を見てでわ,ーわーわーわー言えるっていうのは、まあ、より人くん自体が、まあ、まだやっぱ若い若いっていうのとうんなんかそうなあとやっぱ you YouTube を見てる層がまだ若くてね若い若いんだなっていうのをこうなんか思ったみたいな思うんだけども で、そうだ、えー、チョコレートスモーカーズ。えー、まあ一人、ヨハンくんっていう子がね、脱退したらしくて、それについてね、思うことなんだけど、あのーん、なんでもうそもそもチームでやるんだろうなっていう、YouTube を。まあ、いじめられてたらその話どうでもいいよ。俺も今日全く興味ないから。で、俺が思うのは、チーム系 YouTuber って、なんでチームでやるのかなと思って。あのー、俺なんかは、 別に何に憧れたわけでもなくね、ただ YouTube がお金になるって聞いたから、4、5年前に始めて、まあ、今こんな感じなんだけど、やっぱ有名になりたいってい気持ちもないし、ね、アイドルになる気持ちもないしあ、それでなんか、チームでやる子たちっていうのは、何故チームなんだろうなと。まあ多分、俺らの世代でいうバンド なんかみんなでバンドやろうぜみたいな。俺ギター弾くからお前ドラムやれよとか。えー、お前歌が上手いからボーカルなみたいな感じで。多分そういうノリなんだろうけど。まあ、俺から言わせてもらうと、チームでやんない方が全然いいけどな、YouTube ってね。うん。チームでやると、やっぱね、収入もさ、5人いたら5等分だし。まあ東海オンエアとかは、まあ動画に出た。 あれか、えっ、ー、と、比率というか、回数によってギャラを分けたりするけど。で、あと、えー、禁断ボーイズは、まあ、一応その、会社みたいになってて、お給料が決まってんのか。だけども、やっぱもう、当たり前の話で、ね、えー、お笑い芸人もさ、ピンはギャラ全部自分のもんだけど、二人いたら二等分だからね。二分の一だよ、二分の一。ね。無駄で、無駄というか、非効率でしかないからさ、 で別にそのたくさんいたから5人いたから5倍人気が出るっていう世界でもないし1人でやりゃいいのになって思うんだよねだからあのーまあ、ちょっと調べたんだけどえっ、ー、とジモティっていう掲示板というかあのー、コミュニティサイトみたいなのがあってジモティってメンバー募集のサイトかなメンボみたいな昔言うたらメンボみたいなサイトがあって で、そこで YouTube って打ち込むと、あの、要は YouTube のメンバー募集みたいな投稿がバーっと出てくるんだ、毎日。毎日死ぬほど投稿されてんの。みんな、チームで YouTuber やりたがって、YouTube を一緒にやってくれるメンバーを探してんの。ジモティっていうそのコミュニティサイトで。いやす, <laughs> すげえなって思って。一人でやれよって思うんだけど。いやー、ね。なんでみんな、 一人でやんないのかなって。ね。チームになってもさ、みんなさ、ジョンネロがそうだけども、あの、ね、こう、僕の個人のチャンネル作りましたっていうのをさ、やるわけじゃん。結局、あの、見入りが少ないから。だから、最初から一人でやりゃいいのに、一回チームでちょっと有名になってから、まあ、個人でチ,チャンネル作って、でもその個人のチャンネルは、あの、まあ、 リスナーが全部誘導できるわけじゃないから、やっぱちょっと規模が小さくなってみたいな。無駄じゃないだったら最初から一人でやって、うん、やった方が効率的だと思うんだけども、ね。どうなんでしょうね。あ,あと、俺はなんか、チームでやってる子たちってあんま面白いと思えないから、なんかなんだろうなっていう。何なんだろう。なんでチームなんだろうと思うけども。まあまあ、おじさんには上がんないですね。<laughs> はい、まあそんな感じで。ごめんなさい、ちょっと取り留めもない。 着地点もないし、取り留めもないし、あーなんか何かを結論を出してるわけでも何でもない。ただ俺が、なんかチョコレートスモーカーズ、初めなんめ、チーム YouTuber にね、ちょっと思うことをね、今日はお話ししました。はい、そんな感じで、えー、柴田が、えーま、チョコレートスモーカーズにね、思うことでした。では。